ケルンのブルーの、ケルンのブルーの、ドイツ語、ブルーの本系 l n 1030年頃から1101年10月6日は、ドイツ出身のカトリック教会の聖職者である。修道会カルトジオ会の創設者であり、カルトジオ会の最初の修道院二つを創建した。フランスのランスで教師として、名声を得た。弟子の一人、ウルバノス二世の助言者としても知られる。 カトリック教会では聖人であり、祝日は10月6日。ブルーノの早々の時では、その雄弁、司祭、哲学や神学の才能が称えられた。ブルーノは卓抜な教師であり、その門下には多くの才能を輩出した。弟子には、後に、ローマ教皇ウルバヌス2世となるシャティオンの誘導、スーキ教、レッジ司教ランジェ、ラングル司教ロベルトゥスのほか、 多くの高位聖職者や修道院長が含まれる。ブルーノは、ランス大聖堂附属学校で、人文学と進学を収め、ケロンに戻り聖国ベルト教会付きのカノン像、律修士祭となった。しかし、1056年には、ランスに呼び戻され、附属学校の進学教師となった。翌年、チヘリマンの引退に伴い、ブルーノは、同校学長また、 ランス教区内の教会諸学校の統括となった。1057年から1075年のほぼ12年のアイダ・ブルーノはオーリアックのゼルベールことシルエステルにせいら巧妙な前任者たちの築いた名声をよく維持した。1075年、ブルーノはランス教区の参事官に任命され、教区行政に携わるようになった。この時、大司教だったのはマナッセド・グルネーであった。 前任者ジェルベー大司教は、ブルーノの友人でもあり経験で、知られた人物であったが、マナッセは、粗暴な貴族で聖職にふさわしくない人物であった。1077年、ブルーノとランスの聖職者たちの求めにより、ド・グルネーは、オータンの教会会議に騒音された。ド・グルネーは、11世紀らしい、激しい権力闘争で応じ、反対者の徹底的な攻撃を行い、 強行にまで訴え出た。その結果、1080年に撤回されるまで、ブルーノは大聖堂所在地のランスから追放された。これに反対して民衆は暴動を起こし、ために、マナッセは、追放を撤回し、当時の強交グレゴリウス7世と激しく対立していた、ハインリヒ4世のもとへ逃亡した。ランスではブルーノを死教に望む声が高まったが、ブルーノは、 世俗的なことに関わることを避ける誓いを立て、これを辞退した。ブルーノに陰性の志が起こったのは、この頃からであったようである。ブルーノは、ケルン時代の友人と共に、当時有名だった、ュー師も、レームのロベールの指導を受けた。ロベールはそれより少し前の1075年、ラングル教区内のモレーム近郊、摂取イコールフォンテーヌに、他のインシュー師と共に、 共従修道生活を始めていた、198年に、この共同体は、使徒会として認可さる。しかしブルーノは、ほどなくロベールの共同体自体に、自分の証明がないことを悟る。ロベールの元に短期間滞在した後、ブルーノは6人の同志と共に、グルノーブル市教、遊具の元に向かった。聖人伝によると、遊具はその少し前に、 幻で彼らが七つの星のもとにいるのを見たという。遊具は彼らを受けて、1084年、グルノーブルから遠くないドーフィネの山中の寂びれた場所に彼らを落ち着かせた。この場所をグランドシャルトルーズという、シャルトルーズ界内しカルトジオ界の始まりである。一行は、ブルーノのほか、四人の聖職者と二人の平身とから、なっていた。七人は、孤立した。 貧しい生活をささやかに営み、祈りと研究に没頭した。彼らの学識はよく知られており、遊具史教も、しばしば彼らを訪れた。その最中に、ブルーノの弟子、シャティオンのユードが、ウルバヌス二世として即位した、1088年。ウルバヌス二世は、前任者、グレゴリウス七世が始めた、教会改革を続け、また、 対立教皇ラベンナのグイベルトや、その擁立者、神聖ローマ皇帝ハイ範利ヒ4世と対抗するために、有能で信頼できる協力者を必要としており、1090年に死であるブルーノをローマに召喚した。ブルーノがローマでどのような地位を占めていたか、同時代の事件にどのような影響力を及ぼしたかは、秘密の壁に隠されていて、ほとんど知られていない。ローマでは、 ラテラン宮殿に教皇と共に住み、側近との秘密の会合に禁じし、助言者として働く一方、ローマ内外の敵対者や教皇庁内の権力闘争からは巧みに身を置いた。ブルーノは徹底して、北欧に徹した。ウルバヌス二世が第一回十字軍を呼びかけた、クレルモン教会会議にすらブルーノは出席していない。一方、ベネベント教会会議、1九十一年三月には、 ブルーノも出席したようである。ブルーノがローマに到着した直後にハインリヒヨンセイが南下してきたため、教皇側は南イタリアへの疎開を余儀なくされた。南への疎開中、ブルーノはレッジョカラブリアで注目を集めた。この土地はちょうど大司教アルヌルフを失ったばかりであった1090年。そこで教皇とプーリアコールッジェーロは、ブルーノの衰退を強力に支持し、 受諾するようブルーノに圧力をかけた。ブルーノは一旦受諾するかと思われたが、これを誇示して、されるののある、ベネディクト会修道院へ入り、グルノーブルでの陰性生活に戻りたい意思を書で、明確に伝えた。しかし教皇が彼を手元に置くことを強く望んだため、フランスには帰らず、イタリアに泊まった。1091年、スクラーチェ教区内でブルーノは、幾人かの追随者と共に、 新しい飲酒共同体を始めた。森で覆われた小さな谷間に彼らは木造の礼拝堂と小屋を建てた。この共同体は聖母マリアに捧げられていた。シチリア県カラブリアハクルジェーロ一世が彼らの被護者となり、その土地を寄進するとともに友情を育んだ。ルッチェーロが病気になるとブルーノは彼を見れとの宮廷に尋ね、1九9 8年と1101年。 また息子のルッチェーロに洗礼を施している。197年。ルッチェーロはしばしばブルーノを訪ね、ブルーノの共同体内に自身のために小さな家を建ててさえいる。ルッチェーロの寄進により、聖ステファノに捧げられた修道院が1995年に完成した。世紀の変わり目近くにブルーノの友人たちは次々と世を去った。ウルバヌス二世が199年に、 グランドシャルトルーズの修道院の創設メンバーでありこの修道院を監督したランデンが110年にルッチェーロ一世が1101年に亡くなった。ブルーノは後を追うように1101年10月6日に死去した。ブルーノは聖母マリアに捧げられた共同体の墓地に葬られた。カトリック教会がブルーノを正式に劣勢するまでには、 数世紀を要したが、16世紀から17世紀にかけて、カラブリアではすでにブルーノはこの地方の守護聖人と見なされるようになっていた。ブルーノは、修道会創設者であると同時に叙述家でもあり、紙幣とパウロ書簡についての注釈を残している。また、信仰について述べた二通の書簡と、この世の儚さについての短い愛か一辺がっている。 聖書についての仲介からは、ブルーノがいくらか、ヘブライ語とギリシア語を介したことがわかる。ブルーノは、恐怖とりわけ、アウグスティヌスとアンブロジウスの著作に親しんでいた。カトリックの聖画像においては、通常、ブルーノは、サレコ戸ベを持ち、十字架と本を持って乾燥する姿で描かれる。ブルーノの後ろの後輪には、しばしば七つの星が描かれる。後輪の代わりに、 オーボニータスと書いた輪が置かれることもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。